プロスピ福袋会。なんかプロスピさんめっちゃ福袋かさん。まあ去年か今年か今年のもうその新しいシーズンが始まってからもう福袋の連続。やばいよね。定期的に福袋めっちゃ来てるから、うん、まあ、かなり引く回数が多いんですけども、はい、まあ、今回は6周年大感謝福袋かな、うん、まあ6周年の記念という形で一応福袋が来ております。はい、という形でございます。はい、でこちらの福袋ですね、はい、10連目がノーマルの S が確定。はい、で続いて30連目、はい、こちらなんとシリーズ2の自チーム選手が確定と。いや熱い、まあ、純粋にとってはマジ熱い。そうですね、もう回収するチャンスでございます。はい、まだまだあります。おなんと50連目は選択契約書。やばいよね、マジ選択契約書みたいな激アツだから。まあ、選択契約書どういうものかと言いますと、うん、まあ、今回は2021年のシリーズ1と、うん、今出てるシリーズ2の好きな選手を獲得できる契約書でございます。いや本当にね、選択契約書ってチートだよ。まあ、本当に絶対この選手欲しいっていう1体が必ず手に入るという、うん、もう魔法の契約書でございます。はい、まあ、そちらがもらえると。はい、で最後もう1個あります。なんと70連、今回ですね、うん、今回70連目まで回すとさらに自チーム S 確定と。まあ C2 のね、そういうことで、ね、うん、はい、なのでかなりね豪華な内容になっております。いやー熱いね。はい、まあ、前編は僕が70連を回していきます。はい、後編では大輝が70連を回すと、まあ、計140連ですね。はい、回していきたいと思いますので、はい、早速いきましょうか。はい、早速いきましょう。レッツゴー。はい、ということでじゃあ僕回していきますけども、はい、まあ、ちょっと誰を引くかというのは結構僕本当に悩んでまして。そうだね、リボン結構やっぱ獲得してる選手多いから。そう、あのリアタイで使う選手、うん、基本みんなが欲しいような選手っていうのは正直、まあ、持っているんですよね、ほとんど。まあちょっとここ誰欲しいかなって考えた時ですね、やはり日ハムだと私立で西川選手が来ておりますので、はいはい、まあ西川選手は硬いかなと、うん、まあそれは選択でも硬いと思う。選択はちょっと悩むわ。あ、悩む。ガチャ結果次第にもなるんで、って選択契約書多分のあのまた別の機会で多分引くかなとは思うので、うん、そうだね、はい、はい、そちらは後々ね、ほんとギリギリの時に引こうかなと思います。わかりました。でまあもう一人挙げるとしたら一応ですね、まあ広島枠という部分、まあ、鈴木誠也選手もいるんですが、うん、まあ、ピッチャーで考えると堀江選手。堀江さん、はい、ウエストですね。強いよね。まあちょっとそこかなと。まああとは正直、まあ強いて言うんだったら、アーティストの村上選手は僕持ってないんですよ。あ、なるほど。沢日の村上選手しかいないので、うん、最悪そこかな。アーティストの村上選手を取り行くかなと、うん、まあありだ、ね、言ったところなんで、まあこの3選手かなと、はい、まあだから基本は、自チーム確定のところは日ハム選手で引こうと思います、うん、日ハムで、はい、はい、日ハムで引いていって石川さんにね、あとでキャッチャーが宇佐美さんじゃなくて清水さんなんですよ。あ、今そう、清水さんの全然能力ないんで、まあそれも出てくれたらいいなって意味も込めて日ハムにします。なるほどね。はい、はい、ということで早速日ハムにちょっと変えて早速回していきたいと思います。はい、じゃあ早速いきましょう。はい、10連目レッツゴー。もう重かったですね、ちょっと一瞬。まあさすがに2枚引きとかはないと思うんで、レッツゴー。なお、レッツゴー。まあ2枚引きは多分ないですね、うん、ここは。ただ S 角だからね、全然楽に引けますよ。まあただね、自チーム確定とかの楽しみありますんで。はい、でもね、あの皆さんこれお気づきの方いるか分かんないけど、でも携帯変えたんですよ。別にいいし、いやいや分かんないけど、携帯変えたことによってそこに引きが下がってるかもしれないからね。まあ今までね、あれ3年ぐらい使ってましたから、で急にぶっ壊れてね。そう、急にぶっ壊れてね、あの急遽帰ったんですけど。いやこれあるよ。さすがに2枚引きとかはないと思うんで。いやこれあるよ。あ、2枚引きだ。使えるよ、よ、通信も強い。だって専用だから使えるって言ってたもん。あ、ほんと。いや、めっちゃいいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。早速2枚引きですね。携帯変えても関係ありません。はい、きついです。 A も出てるし、いい感じですね。強い、お前。はい、ということで一応ここが確定枠になっております。はい、 S 確定。さあ、誰が出るのか。西川選手、早速出てください。お願いします。レッツゴー。おー、直樹持ってる。直樹持ってる、直樹ということで、まあ全然 S が出る分だけ全然 OK です。嬉しいね。はい、はいはい、ということで20連目でございます、うん、まあ20、40、60は今回特に何もありませんので、うん、はい、まあ、ここはね、裏確定とか、まあ、確定外の演出を狙って、引いていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。レッツゴー。はい、ということでね、今年のプロ野球ももうクライマックス入りましたね。まあ結局
あれだね、巨人が勝ち上がってロッテが勝ち上がってと、うん、でまあ、ちょうどこの撮影日にね、ファイナルステージが行われてまして、はい、まあ1戦目はね、巨人がヤクルトに 4-0 と。いや、奥川やばいね。奥川くんが多分完封かな。もうエースでしょ、今のヤクルト多分。そう、4対0で完封されましたね。だって今巨人の選手、えぐいからね。まあでもちょっと頑張ってほしい。これで今、2個、あれだよね、アドバンテージなんだね。あと最初1個はアドバンテージがあるから、今2勝分ですね。ってことは、ここからもう連勝しまくらないときついね。だからここ負けちゃうと、もう、あれなのかな。そうだ、2回もう王手じゃない。王手かな、うん、うん。じゃあ、20レベルラストいきます。はい、レッツゴー。これはもう A です、ね、はい、O、はい、ありがとうございます。あ、A、チームかな。これは全然 OK です、うん、はい、ということで、30連目、まあ、先ほど言いました、はい、シリーズ2ですね、はい、シリーズ2の S 確定でございます。自チームですね、はい、西川選手、清水選手、ここの2名を狙っていきたいと思います、はい、まずは第1の関門いきましょう。レッツゴー。リボンはね、結構かぶるよね、自チームいくと。多分ガローがまだ何かしら出るかもしれないです。うん、おー、レッツゴー。まあ、S 確定ですからね、ここは。今まで何回かぶってきた、あなた、自チーム確定を。まあ、日ハムのかぶりは尋常じゃないほどかぶってます。そうだよね。だからこそ自チームミキサーも多く回ってるってことは。でも、実際の自チームミキサーで何か粉砕したもん。まあ、そうですね。西川選手もそろそろ欲しいわ。もうね、シリーズにわたって追っかけてますから。はい、あ、OK です、OK です、いいです、いいですよ。でも、自覚演出来てないから、かぶりの可能性高いですよ。もうシリーズはね、俺ミッチャム選手もあんま持ってないってないんだよな、あんまり多分。マジ？うん、じゃあほぼ当たりなんですよ、だからあんま被んないと思う。これでこの西川、これ走ってる西川選手、やばい。はい、ということで、早速ここで出ますので皆さん注目してください。西川選手、清水選手、お願いします。ハルキー、ハルキー。じゃあほぼ当たりなんですよ、だからあんま被んないと思う。ハルキー、ハルキー。あー、池田さんか。あ、そうなんですよ、唯一だ。唯一持ってんの池田さんのだろ。えぐ。じゃあ40連目でございます。ここはありませんので早速いきましょう。はい、クライマックス見て思ったけどさ、うん、吉野家えぐない。あ、ヤオンさんね。ヤオンさん、ヤオンさんはもう、まああの人は分かってることなんで、ヤバいことは。違う違う、分かってるんだけど。何やろ。え、なんかあれだったっけ、4番で完封で。4番完封か。完封で。いや、ペナントレースじゃないですからね。クライマックスだから多分どのチームも全力で来るんですよ、取り、うん、にね。なおさらロッテはアドバンテージを取られてるんで絶対全力で来るはずなんですよ。 その相手を4安打完封っていうのはまあまあすごいですよ、本当に。マジです、バケモン。いや、バケモン級だね。だけど、まあ、ロッテも石川さんがさ、うん、1点の抑えだもんね。それでもだから勝てないんだよね。それほどすごい。ハイライトちょっと出てたけど、うん、やばい、いや、もうそのまず。はい、じゃあ40レベルラストでございます、はい、いきましょう。多分 A だと思います。いきます。おお、わささん、あれ極みになってたかな、称号かな。まあ全然 OK です、OK、うん、はい、はい、ってことで50レベルですね、うん、50レベルは S ランク選択契約者確定と。だから S 確定ではございませんので、うん、なるほどね。まあ、ここで S が出ればさらによしと、うん、言ったところでございます。あ、まあじゃあ普通に気楽に引きましょう。はい、うん、もらえるだけありがたいんで、うん、いきます。でも S 確定のようなもんだから。豊富だよね。タジもいるでしょ、タジも。うん、いやいやいや、いや、行くんじゃない、このまま。いや、ほんとね、日本シーズン、え、確定じゃん、お前、えぐ。多分、50年目 S 確定じゃないかも。じゃない。だってさ、よし。だって S、だって選択契約書確定でさ、S ももらえると。うん、ありがとうございます、コナミさん。すいません。なんなん。コナミさん、ちょっとずるいよ。はい、じゃあ、ラスト、行きましょう、レッツゴー。うわ、あ、でも持って。オッケー、数えた。オッケー、もう春樹かと思った。残されたのは60連目、70連目。はい。60連目は特に確定ありませんので、70連目にね、勢いつかせるためにここでも引きましょう。レッツゴー。レッツ。確定がいいよね。ただ回してるだけ。そう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 。まあ、運よく出ればいいかなぐらいの気持ちなんで。うん、はい、じゃあ60秒ラストでございます。はい、行きましょう。レッツゴー。 OK です、 OK です。ゆぐちさんもいっぱい持ってるね。持ってるもん。はい、はい、ってことで70連目ラストでございます。ここも S ランクシリーズ2チーム選手確定。はい、ここで西川選手か清水選手でお願いします。かなりね、はい、確率は結構厳しいですね、うん、他にも結構いるんで。
早速いきましょう、はい、運命の70連目、はい、自信の枠でいっちゃってください。二枚抜きも来い、キャロー、はい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 、二枚抜きあるよ、あ、もう二枚抜きや、これだ、そうだ、だってもう3個出てくる、もうあんのか、もうある、まあ、一応出てくれたら安心です、これ腐って、まあまあ足足 OK、 あと、笑いは笑いも OK、おい、はい、豪華って2枚抜き、池田さん以外だね、池田さん以外、うわ、この2枚で春木清水さん出てくれたらめっちゃ嬉しいな、オーケーオーケー、いいよいいよ、うん、おい、マサティ、オーケー、おお、あ、かぶってた、私立の方が良かった、お前欲しいんだもんな、俺持ってる、あ、なんか持ってるの、ありまりだった、あ、そっか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 、いやー、でもマサティ君ありがとうございます、 A のティカの後に S のティカ、うわー、これは多分初獲得だったらめっちゃ嬉しかったんだろうね、ということで、僕はここでラストとなります、はい、これで6枚目となります、強っ、ありがとうございます、はい、ということでここまでで見ていただいてありがとうございます、ありがとうございます、すごいなと思った方はチャンネル登録、高評価、そして通知登録よろしくお願いします、ありがとうございます、それでは運命の70連目いざゆかん、ナイスオール、いいけどね、堀さん持ってるっけ、堀さん、堀さんは持ってるから、ということで、次はね、第1期編になりますので皆さんも楽しみにしてください、はい、それでは次の動画でお会いしましょう、バイバイ、またね。